木本夏美は関西テレビ放送コンテンツデザイン局所属のアナウンサー。兵庫県川西市出身。神戸女学院中学部高等学部卒業。1997年3月、神戸女学院大学卒業後の同年4月、アナウンサーとして関西テレビに入社。同期入社は同じアナウンス部に所属している岡安譲る。同じ大学の同級生が、 元朝日放送アナウンサーであったフリーアナウンサーの赤い玉を学生時代の部活動ではバンドを組んでおりベースを担当していた就職活動では後日の音楽を深くたしなんでいたこともあってテレビ局を志望しておらずラジオ局もしくはレコード会社を志望していたしかしテレビ局のアナウンス試験を受験した結果合格したまた野村克也が 阪神タイガースの一軍監督に就任した1999年4月からは、同球団の情報番組、何ぬねのむさんに半年間出演。後に同時間帯で放送された、ぶっちゃけ、生卵、ぶったま。では、スポーツコーナーの進行役を務めた。関西テレビホームページ内の自身のブログ、負け犬に一気では、韓国の歌手や俳優などの韓流スターに関する記述や、 韓国旅行に頻繁に出かけているエピソードが大半を占める。特に旅行に関してはほぼ毎回、現地の人に間違えられて普通に話しかけられて困るという。ありがとうございます。